し訳ありません。白露様に真実を打ち明けることができませんでした。ですが私にはやむを得ない事情があって。私は龍女様に恋人の救済を頼みました。ですから交換条件として彼女を連れて探偵師から逃げるとの約束を。寿命族の掟に反することをした以上、探偵師は必ず私に罰を下すでしょう。ですがそんなことを気にしている場合ではありません。あの人が死ぬところを黙って見ているなんて私にはできない。ですから私に残された時間は多くありませんが、構いません、聞いてください。逃げてしまえば大丈夫だと思っていたんです。まさか追っ手が来るとは。薬王秘伝に加入したこと、そこで経験したことをどうしても彼女には打ち明けられなかったのです。主はわしによくしてくれたが、隠し事をするべきではなかった。大人が何を隠したか、それを当てなければならぬ状況は大嫌いなのじゃ。頭が痛くなる。彼の名前は良木。薬を求めて青春にやってきた短命種です。以前の私は短命種のような儚い命がもがき苦しむ必要などあるのかと疑問に思っていました。ですが病の苦しみに耐えながら治療を受ける彼の姿を見て、私の胸はぎゅっと締め付けられたのです。あの感覚は甘く、そして苦しかった。生まれて初めての経験でした。まさか自分が短命種を愛してしまうなんて。そこで私は白露様の存在を思い出したのです。普通の人間の病であれば龍女の涙で治療することができる。しかし白露様が自ら行う問診はすでに30年先まで埋まっていました。ですからこのような方法を取るしかなかったのです。白露様、お許しください。私にはすでに魔音の実の兆候が現れています。薬王秘伝は魔音の実を当然とみなしていて、常に奇怪な薬で発症を促進させているのです。私も例外ではありません。しかし良木に出会ってから、私は当選を恐ろしいことだと考えるようになりました。不老長生になったとしても彼がわからない、彼を思い出せない、あるいは彼の知らない姿になってしまったらと。ですから私は薬の服用をやめて逃げ出したのです。道中は龍女様の助けもあって無事にここまで来ることができました。確かに隠し事はしておったが、こやつの恋人を助けると約束したからの。長年診察を続けてきたが、人が苦しむ姿を見るのは未だになれ。白露様。ハンカ、これからどうしたいか言ってみろ。私は薬王秘伝や中央市の人間に捕まりたくありません。誰にも見つからずに龍雲渡しまで行く方法を探さなければ。早くして。至高寺の高台だ。急ぎの用があるなら漢画の中に。まさか漢役の龍女様。正式な手続きが必要なことなら漢画の中に入ってくれ。大吾や松園がいるはずだ。俺は末端の役人、
龍女様に関することでは役に立てそうにない。おい、もっと声を落としてくれ。誤解しているようだが、俺じゃなくて友人の船だ。分かったか？俺の友人なら星座の通行許可証を持っているから、すぐにここを離れることができる。俺じゃない、決して俺じゃないからな。はいはい、もう分かりました。それで乗せてくれるんですか？くれないんですか？もちろん乗ってくれて構わない。ただ大きな声は出さないようにしてくれ。金さえもらえれば俺が送って、ああいや、俺の友人が送ってくれるから心配はいらない。それで今すぐ出発するか？龍木、私早く彼に会いに行かないと。ハンカ、主の魔音の実の兆候が顕著になってきた。氷炭の中に安心薬がある。出発する前に少し飲んでおけ。ありがとうございます、ビクロ様。ですが、これ以上時間を無駄にするわけにはいきません。私が龍雲私に隠れているよう言ったのです。薬をヒデに見つからないようにするためには、彼を龍雲私のコンテナの中に隠れさせるしかなくて。私が龍木に不老調整の薬を届けると約束したからです。彼には私と同じ先週人になってもらわなければなりません。主はそれが先週の法における重罪十条のうちの一条であることを知らぬのか？いいえ、知っています。ただ当時の私は探偵師に古の飛躍を再現している人がいるということ以外、薬王秘伝の内情については何も知りませんでした。しかし私は間違っていた。あれは調整の祝福などではありません。それどころか熾烈な模倣とすら言えるものでは。人は化け物に変えられた、違うか？あの狂人たちは短命酒を薬の材料、消耗する実験体としか見ていません。私に残された時間は多くない。最後の薬しか道は残されていなかったのです。ええ、そうです。ピアクロ様、私たちの取引は覚えていますよね？主はわしが探偵師から逃げるのを手伝い、わしは主の恋人を助ける、じゃろ？ありがとうございます、ピアクロ様。私と龍木が約束した場所はあちらです。行きましょう。ダメ、彼を忘れてはいけない。あそこに行かないと。まずい、上ごとを言い始めた。もう安心薬が効く状態ではない。放電せねばならん。どうして、どこに行ったの？ここで落ち合うと約束したのに。頭が痛い。どうして？ヌシ、早く手を貸せ。ハンカは休ませて、わしらで何とかせねば。動くでない、ハンカ。でも彼がいません。彼を探さないと。ハンカ、冷静になるんじゃ。
医者の言うことを聞け。主、何か手がかりがないか付近を探してきてもらえぬか。繁華の恋人が理由もなく約束をたがえるとは思え。病人の看病は任せておけ。なんといってもわしは探偵師の寛役の流女じゃからな。このエリアを中心に手がかりが残されていないか探してみよう。薬王秘伝の手下に追われて場所を移すしかなかったようだ。あの二人に教えよう。どうじゃ、何か見つかったか。ここはもう薬王秘伝に目をつけられていたのですか。彼が無事でよかった。私たちも進みましょう。ならん。今の自分の状況が分かっておらぬのか。安心しろ、わしが両目を見つけて直してやる。おい、主は繁華を聖査会の遺憾まで送ってやってくれ。いいえ、自分の状況を理解しているからこそ私は考えを変えたのです。最後に一目でいいから彼に会いたい。手を貸してくれますよね。あなたにも頼みたいことがあるんです。あなたは魔音の身がいかに危険か知っている。その時が来たらどうか龍女様を守ってあげてください。その言葉を聞いて安心しました。さっき気づいたのじゃが、この辺りには薬王秘伝の手下どもがうようよしておる。私のような裏切り者が出たのですから、彼らもじっとしているわけにはいかないのでしょう。もしどうにもならなくなったら私を引き渡してください。裏切り者の処理に騒ぎを起こしたくはない。後悔しても遅い。チャンスだ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。白露様、私もうダメかもしれません。ふん、あやつめおらんではないか。まさかまた別の場所に逃げたのか。
ヤクロ様、気をつけて。お前たちがここに来たということは、シーは失敗したということか。おや、これはこれは龍女様ではないか。手柄を挙げて過ちを償うつもりか。しらじらしいことを言うな、このアンポンタン。わしの尻尾でボコボコにしてやる。クサガキ、お前は後で始末してやる。誰か、まずは裏切り者を捕らえて名簿を見つけるんだ。おい、お前たち、なぜ捕らえない。私に命令しているのですか。お前、獣王の制裁をもって。獣王氏の反乱。争いに意味はない。やっ、君らはこの力に生徒し、君らに選ぶ余地はない。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。任せろ。ランス戦闘準備。せっ、騒ぎを起こしたくはない。た。この獣王氏の反乱は手強いぞ。ハンカ、ルシは。彼女が私の兆候に気づけば、必ず襲いかかってくるでしょう。あなたたちは何者ですか。なぜ薬王秘伝に追われているのです。彼女たちは確かに探偵師の服を着ていますが、あなたは違うでしょう。そこの娘、表を上げなさい。挙動不審で焦点が定まっていない。もしかして魔音の実の兆候が出ているのですか。助けて、反乱のお姉ちゃん。わしらは封鎖された洞天から逃げてきたんじゃが、あの悪い奴らがわしらをしつこく追ってくるんじゃ。このお姉ちゃんはもう立っているのも難しいのに。報告します、節医様。龍雲私の南西で薬王秘伝の残党を発見しました。ここは安全ではありません。すぐに立ち去った方がいい。誰かこの者たちを安全な場所へ。あの獣王氏の反乱、本当に変なやつじゃった。ハンカ、大丈夫か。ここまで来たのですから、引き返すわけにはいきません。最後に彼に一目だけでも会わなければ。この道を進んで、あの運気軍たちを避けられるか見てみよう。運気軍、薬王秘伝もおる。もう彼らを気にかける余裕はありません。この先には武器を持った悪人がいますので、一般人は引き返して避難してください。彼はあの門の先にいるのに。
目の前まで来ているのに。じゃが、あそこは運気軍が見張っておる。待て、わしに考えがある。おい、主が騒ぎを起こしたりしたら、あの半眼が戻ってくるに決まっておるじゃろう。さっき運気軍と薬王秘伝が戦っておった場所に何人か倒れた兵士がおったじゃろう。これは主の発案じゃからな。ふん、こやつらに応急手当を施して、その代わりに甲冑をもらう。これならまあ公平じゃろ。白露様の言う通りにしましょう。グズグズしてはいられません。主らはわしを探偵師まで護衛する兵士だと名乗るんじゃ。きっとバレることはない。止まりなさい。こんなところで子供を連れて何をしているのですか。あなたは探偵師の寛役の竜女を知っていますか。よく見たら頭に角が、背中に尻尾も。竜女様は普段から探偵師を抜け出しているという話は聞いたことがありますが、まさかご本人にお会いできるとは。いやじゃいやじゃ、まだ遊び足りん。帰らぬ、探偵師には帰らぬぞ。これは最寄りの港はこの先ですか。はい。それにしてもあなた、あまり体調が良くないようですね。この先には軍医が。気にしないでください。私には竜女様の助けがありますので。わしはまだいろいろ飲んだり食べたりしたい。連れて行くでない。戻らん、わしは戻れん。通行を許可します。お二人ともお疲れ様です。ありがとうございます。どうじゃ、迫真の演技だったじゃろう。あれは何回も泣いて習得した技なんじゃ。おい、わしの嘘泣きがなかったら主らは保証状を通ることができなかったというのに。そういえば、ハンカは大丈夫か。カブトが、どうして取れないの。私の声、どうしてこんな声に。どうなっているか見てもらえませんか。何か引っかかっているのでしょうか。じゃが、彼女は理性を失ってはおらぬ。ヤクロ様の治療が効いているのでしょうか。ありがとうございます。あなた様がいなければ。などするでない。わしの力不足で主の本来の姿を保つことができなかった。魔音の実は元より治療できません。こうして意識がはっきりした状態で白露様と話せていること自体、すでに奇跡なのです。あなた、私が前に言ったことを覚えていますか。もしその時が来たら。行きましょう。私が私であるうちに。
待って、少しめまいが。わしはどうすればいい？陰陽表裏、寒熱虚実。少し休めば大丈夫です。白露様、取引を忘れないでください。こんな時にまで取引の話か。あれは取引ではなく約束じゃ。主の恋人とやらはわしが直してみせる。心配するでない。すみません。私のせいであなたたちを危険なことに巻き込んでしまった。もう何も言うでない。兜越しに薬を流し込むぞ。ありがとうございます、白露様。ですが、もう肌と兜の間に隙間を感じられないのです。着いたぞ。奴はまだ来ておらぬのか？彼は用心深い人です。書き置きの内容を覚えていますか？私一人で来てほしいと書かれていました。じゃが主はもう。あなたたちがここに立っていたら彼は出てこないでしょう。私が彼を呼び出します。白露様たちは少し離れていてください。私たちの約束を忘れないで。うむ、ちゃんと覚えておる。わかった、わしらはここを離れよう。後悔しても遅い。た！殴ったね。始めよう。俺が守る。せっ！なあ、ハンカは最後に思い人に会えたと言えるじゃろうか。大人の感情は本当に複雑じゃ。あっちの方を探してみよう。あやつを見つけなければ。たちは薬王妃殿か、それとも獣王子か。僕は何もしていない。僕に触るな。うむ、
わしらは主の病気を治しに来たのじゃ。やっと来てくれたのか。さっきは薬王秘伝に追いかけられるわ、運気軍に遭遇するわ、島には安価の声が聞こえたかと思ったら化け物が出てくるわで、本当に散々な目にあったんだ。君たちが繁華に言われてきたなら、繁華はどこだ？彼女は一緒じゃないのか？おい、本当のことを伝えるかどうか主が決めろ。なんだって、あの武装した化け物が繁華？嘘をつくな。嘘ではない。主に会うために仕方なく変装しておったんじゃ。そんな、僕を連れて行ってくれないか、確認したいんだ。なんかどうしてこんなに醜い姿に。醜い？悲しすぎて事実を受け止めきれないのか？つまり彼女は途中で服を着替えてしまったから、この魔音の実の化け物からは何も見つからないというわけか。彼女は君たちに秘密の箱や手紙を託さなかったか？な、何を探しておるのじゃ。君たちは知らないのか。ちくそばば、何も残していないなんて、よくも僕をもてあそんだな。名簿だよ、薬王秘伝の組織に関する名簿。その名簿さえあれば、僕は薬王秘伝を脅して不老調整の薬を手に入れることができる。それに運気軍に渡せば手柄を立てられるから、先週から追い出される心配もなくなる。このクソババ、何度も約束してくれたから、この僕に変化をもたらせると信じてやったのに、結局一番大事なことを成し遂げられないなんて。いや、そもそもこの女にはできっこなかったんだ。きっとそうだ、君たちも騙されていたに違いない。いや、僕にとって一番大事なものは泉州にはない。薬や長寿を求めるのはただの手段に過ぎないんだ。要さえ済めば楽にとどまるつもりもない。恋人？それはこの女の妄想だろ。そんなこと僕は考えたこともない。おい、まさか君たち僕がこの女の恋人だと思っていたのか？治療。なんだ？早く治療をさせろ。そしてさっさとわしの目の前から消えるんじゃ。は？よし、思いっきりやってやれ。どんなにボコボコにしても構わん。後で直せばよい。ま、待て。君たち何をする気だ。病気は治したが、これから先の30年毎日しゃっくりが止まらなくなるようにしておいた。どうじゃ、いい罰になると思わんか？これは診察料の代わりだと思えばよい。
それでも安いぐらいじゃがな。わしは今も逃亡中の身じゃが、どこか隠れられる場所はないか。列車なんじゃそれ。今の泉州は猫の手も借りたい状況じゃろうから、ひとまず星座界に行くことにしよう。病人の治療や休館の対応ならわしも役に立てる。前に繁華に病気の治療が好きかどうか聞かれたじゃろ。正直なところわしにとっての治療は食事や睡眠と一緒で何も特別なことではない。好きかどうかなど気にしたこともなかった。じゃが今回の件を経験してわしが魔音の実の仕組みについてもっと深く理解していればと思うようになった。礼を言うぞコワッパ。縁があれば星座界の屋台で会おう。騒ぎを起こしたくはない。同天元家聖武一角はっ。生徒氏、君らに選ぶ余地はない。炎の槍を断ち切れ。うちのとっておきを食らえ。炎の槍を断ち切れ。
過ぎ去ったことは重要ではない。同天元家聖武一角生徒し、君らに選ぶ余地はない。逃がさない。同天元家聖武一角
このくらいたやすい。
今日の所持もアーカイブに記録する予定だ。